始めよう。これでいいのか？勝つぞ。この凄まじいパワー、小さい体で背の力は俺より強い。だから少ない呪力で打撃が成立する。だから呪力の流れから動きが読みづらい。だがこの時間差でぶつかってくる呪力、これだけは、これだけは違う。マイフレンド、その時間差でぶつかる呪力、それはお前の悪癖だな。決定権のことか。それで満足している限り、お前は俺に勝てん。そのレベルで満足していると、俺とお前は親友ではなくなってしまう。いいのか？どうしよう、それは別にいい。弱いままでいいのか？よくねえよ。そうだろう？マイベストフレンド！いい感じだな。限定！思いの行くぞ。お前、お前、お前、どうしねえ。思いの行くぞ。落ち毒だよ。どうしたいけ。胴体ガラキ倒せ。ドライ。高田ちゃん、へっ、楽勝楽勝。お前の決定感は人間離れした身体能力に、通常遅れることのない速度の呪力が遅れることで生まれるものだな。トリッキーだ。波の術師では何が起こったか分からず混乱するだろう。威力も十分、その程度のやつが相手ならな。ではなぜ呪力が遅れるのか。それは呪力を流しているからだ。へそから胸を通り、肩、腕、そして拳へと呪力を流す。この体を部位で分ける意識が呪力の遅れを生む。俺たちは腹で物を考えるか、頭で怒りを発露できるか。いいか、虎杖、俺たちは全身全霊で世界に存在している。当たり前すぎてみんな忘れてしまったことだ。ありがとう、東堂。なんとなく分かった。言葉はいらないな。手加減はしない。全力で導く。地に虎杖、登ってこい、高みへ。